なあ二人とも、ちょっと休憩しないか？喉がすごく渇いてさ。おい、二人とも、なんで無反応なんだよ。すみません、少々考え事を。私は別に何でもない。様子がおかしい。何か気に病んでることでもあるのか。そっか。じゃあもう一度言うよ。喉が渇いたし、ちょっと水分補給して休憩しないか。喉が渇いたというのには同意です。近くの川で水を汲みに行きますか？そうだな。じゃあ俺が行ってくるから、二人はここで待っててくれ。重いだろう。お前一人で行くのは進めない。そうです、私が共に行きます。アリス様にご足労いただくのは申し訳ありませんし、私とキリトで行きます。うん、アリスはさっきも村に行ってくれたし、疲れてるだろ。いえ、私は平気です。メディナ殿こそ疲れているように思えますし、ここで待機した方が良いのでは。いえ、そんなことはありません。なんか二人ともお互いを気遣うがゆえに、言葉が尖ってきているような気がするのは気のせいか。ではキリトに決めてもらうとしましょう。どちらと水を汲みに行くか。俺？お前だ。なんでこんな状況にばかりなるのか謎だけど、さっき二人とも何かを考えている様子だった。本音を言うと、どちらのことも少し心配だ。でも三人で行くっていうのも変だしな。それじゃあ。じゃあアリス、一緒に行こうか。わかりました、キリト。ではここで待機している。なあアリス、どうしたんだよ。どうしたとは？さっきの考え事だよ。そうですね、考え込むなど私らしくもない。それでも気になったから考えたんだろ。さっきの村で何かあったのか？人界で生きる全ての人々を守護する、それが我ら聖号騎士に与えられた義務です。その中には、先ほどのような平民を見捨て職務を怠慢する近衛兵も含まれる。そして私は結果的にあの近衛兵を助け、彼が見捨てた少女のことは助けられませんでした。どういうことだ？村に向かい、彼女の足を神聖術で治癒しようとしましたが、治せなかったのです。そんな、アリスの神聖術でも？はい、どうやら一度受けた恐怖から彼女の真意には歩けないという意識が植え付けられてしまったようです。私は不甲斐ない思いでいっぱいです。仕方がないよ。誰もこの衛兵があんな職務放棄をしていただなんて知らなかった。それに真意が問題なら、カーディナルにもまた相談してみようぜ。何かいい方法があるかもしれない。ええ、そうですね、キリト。私たち聖号騎士は一体何のために戦うのでしょうか？アリス、最高司祭様の命にただ従っていた頃は、私たちが戦うのはこの人界全ての民を守るためであると考えていました。ですが、あのように人の命をないがしろにする貴族まで守る必要が果たしてあるのでしょうか？お前はロニエやティーゼを辱めようとした彼らと戦い、その手を血に汚した。あの時の私はお前が理解できなかった。なぜ法に背き人を殺めたのかと。でも封印が解けた今は、お前と裕次郎のしたことの意味がわかる。だからこそ私は知るべきです。なぜ自分が騎士として人界を守るのか、その理由を。その答えが出せないままでは、私は人形のまま、最高司祭様によって作られた人格であるという事実から抜け出せぬままだと思います。俺もどう言っていいかわからないけど、アリスは
なんだ。メディナ殿がいた場所から聞こえました。急いで戻るぞアリス。メディナ大丈夫か。もちろんだ。だが相手は手強い。アリス様もキリトもどうか気をつけて。どうにか倒せたな。キリト、この魔獣何やら妙でした。妙って？体に小さな傷がついていた。そうでしょう。メディナ殿も気づきましたか？本当だ。剣の切り傷じゃない。尖ったもので引っかいたみたいな小さな傷。それでいてとても傷は浅い。まるで子供の力。ではこの近くに子供たちがいる可能性があると？ああ、そのようだな。では急ぐ必要があります。魔獣の巣を追っていった私たちは幼い三人の冒険者に遭遇。襲われていた彼らを助けることとなった。その後不測の事態が発生してしまったものの、彼らの保護を近隣の村に頼み、再びルーリットの村を目指したのだった。お願い止まって。はい、救世主様。まさか接触で意識が変わってしまっている。いくら緊急事態とはいえ、それはやりすぎではないですか？彼女はまだ子供です。自分の意思もほとんどなく、あなたの力がどのようなものかも分かっていない。そんな子供を。アリス様は人命と大義どちらが大切なのですか？救世主様は救世主様じゃない。みんな何言ってるの？すみません。そうか。
無理だ。あれ？ん？そうだ。うお！それで、ああ、いいな。だけど、行くぞ！嬉しいよ。いいぜ。ん？もしかしてあのな、はあ、だけど引き受けるよ。ありがとうね。なるほど。
さてと。ああ、わかった。それと、あの、ん？それは、すみません。しかし、え、はい、救世主様。大丈夫か？すまない。頼みます。え、ねえ。はい。頼む。さて。ああ。いいな。もう。いい。ムカつく。ああ。
勝ったぜ。よし。ああ、お疲れ様です。さてと、あの、どうした？どうでしょう。実は、それとちょっとねえ、あのね、大丈夫だよ。え、ああ、ありがとう。
ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。Thank you.
ける気しないぜ。
魔獣の被害はないみたいだね。それにあの人たち、ルーリットの村にも近衛兵が配置されているようですね。少なくともここにいる近衛兵はまともな奴らだといいけど。では私はここで待っています。どうしてだよアリス。私は罪を犯してこの村を離れました。アリスであると気づいても受け入れてくれるとは思えません。それに仮に村人たちが迎え入れてくれるとしても、それは本来のアリスが享受すべきことです。今の私は聖号騎士のアリスでしかないのですから。アリス、セルカを一目見たいという気持ちは変わらないのか。それくらいなら身分を明かさずともできると思うぞ。ええ、そうですね。遠目から姿だけでも。ユージよ、キリト、セルカ。久しぶりだな、セルカ。まさかこんなに早く会えるなんて。二人ともどうしてここにいるの？てっきり修剣学院に通っていると思ってたけど。なあ、そうなんだ。北帝国に魔獣が出現した話は知ってるよな。ええ、村に来た北帝国近衛兵の人たちから聞いたわ。幸いこの村はまだ魔獣の被害を受けていないけど、怖いわね。魔獣の退治は主に近衛兵や聖号騎士が行っているんだけど、人手不足らしくてさ、俺たち修剣士も手伝っているんだ。そうだったのね。ところでこちらの人たちは？彼女たちも俺たちと同じ修剣士だよ。キリト君やユージオ君と旅をしながら一緒に魔獣の退治をしているの。二人と過ごすのは大変でしょ？特にキリトは。そうね。でも二人は強いし頼りにしているわ。それならよかったわ。ん？姉様。セルカ、どうして？やっぱり姉様だ。でもどうして？ごめんなさい、説明するのはすごく難しくて。今はまだ。姉様、いいの。私は姉様にもう一度会えただけで十分だから。説明なんて今はしなくていいから。ありがとう、セルカ。アリス、大丈夫？はい。ですがやはり心残りはあります。私はあまりにも多くの秘密を抱えてしまっている。記憶を失った理由や聖号騎士という身分、いずれは話さなければなりません。うん、それは僕も一緒だよ。罪を犯してカセドラルに連行されたことや最高司祭様の死に手を貸したこと、すぐには伝えられないけど、いつか必ず全てをセルカに話すつもりだよ。ええ、勇気のいることですが、その時に向けて
心の準備をしておこうと思います。この周辺にもカラントがあるみたいだな。ええ、先ほど魔獣が出たとセルカが言っているのを聞きました。放っておくわけにはいかないな。周辺で情報を集めつつカラントを切っていこうか。はい、そうできるならばぜひそうしたいと思います。それじゃあそろそろ行こうか。ああ、北帝国にあるカラントを減らしてセルカたちの生活を守るんだ。メディナと冒険者たちは村や周辺住民からの情報収集、アスナたちはこの一帯での子供の捜索を買って出てくれた。そして俺たちはルーリット周辺のカラント捜索と魔獣討伐へ向かうこととなった。セルカ元気そうで本当に良かったよね。ああ、2年前が懐かしくなったよ。セルカの作ってくれた鳥の蒸し焼きうまかったな。懐かしがるのはそこかい。まったく君は食べ物のことばっかりなんだから。キリト、ユージオ。なんだいアリス。私もお前たちと一緒にカラントの捜索と魔獣の討伐に出向きたいのですが、良いですか？本来ならばカラントを切れる者が揃って行動するより二手に分かれた方が効率も良いですが、この周辺は範囲としてあまり広くありません。なので。そうだね。じゃあルーリットの村周辺のカラントを一緒に切りに行こう。はい。それからこれはあくまでもついでで構わないのですが、一つお願いがあります。ついで？なんだ。もしもユージオやキリトにとっての思い出の場所を通りかかった時は教えなさい。つまりアリス・ツーベルクとの思い出が何かしらある場所で。アリス。なるほど、アリスはアリス・ツーベルクの記憶に触れてみようとしているのか。そうか、けど俺が持つ3人で過ごした記憶は曖昧なんだ。アリスの記憶ならユージオの方が詳しいと思うぞ。そうだよね。だから僕ができるだけいろんな思い出を案内できるように頑張るよ。ありがとう、ユージオ。よし、それじゃあ出発だな。うん、行こう、アリス。はい。懐かしい場所か、ユージは。うん、確かここにアリスと一緒に来たと思う。なるほど、アリス・ツーベルクとここへ。ここに来て何をしたのです？いや、それがよく思い出せないんだよ。おい、ユージは、自分から言っといてそれはないんじゃないか。でも本当に曖昧なんだよ。なんだかアリスとここに来て、それから途中がない。途中がない？ああ、最初と最後だけだ。こうして川に来て水が綺麗だねって言って、夕方アリスは無事で僕だけびしょ濡れになって帰った。うん、分かった気がします。分かったって何が？確かユージオとキリトと私3人でいたという事実が2人の記憶からは抜けている。そうですね。多分そうだけど。つまり
3人でいた事実がないと成立しないような出来事は記憶から抜け落ちる。そうではないでしょうか。ああ難しいけど、なんとなくわからないでもないかも。抜け落ちた記憶？3人でいた事実がないと成立しないような出来事、川でそんなこと起こるか。例えばキリトは川に来たら友達と何をしようと言いますか。水の掛け合い。なんで俺の代わりに答えたんだよ。だってそれしか考えられなかったから。私も同意見です。おい。そして友情はその提案に対して何を言いますか。え、無視。そうだね、いいよって答える。アリス・ツーベルクは何と答えるでしょう。アリスはおてんばだから水に一緒に入って掛け合いっこするんじゃないか。いや、確かにアリスはおてんばだったけど、そのあたりの一線は守ってたよ。だってガスフトさんから厳しくしつけられてたからね。洋服を汚したりしないようにいつも気をつけてたんだ。だから二人ともやめなさい、風邪ひいちゃうわよって叱りながら僕たち二人を見てたんじゃないかな。なるほど。だったらアリスだけ服が無事だったのは納得がいくな。今のアリスなら水に一緒に入って徹底的に応戦しそうだけど。ちょっとどういう意味ですか。私はそんな子供っぽいことしません。そうだよ、子供っぽいのはキリトだけ。ねえ、そりゃないぜ。友情までアリス側につくなんて。キリトはいつまでたっても子供だからね。ええ、本当に不思議と訪れたことがないのに懐かしいような気がします。ああ、俺もだよ。アリスとユージオと俺の3人で昔もここにいたっていうのが自然に感じられる。うん、そうだね。ちょっといいか。
けて。ちょっと、あのさ、はあ、困ったな。うん、頼みたいことがあるんだけど。ああ、ありがとう。うん、はあ、うん、よろしく。ここは？ここはね、僕たちの隠れ家だった場所なんだ。僕にとってすごく大事な場所だよ。ほう、隠れ家とは具体的に何をする場所として使っていたのですか？そうだな、具体的に何かするってわけじゃないけど、いつも僕たちはここで遊んでた。ともかく大切な思い出の場所だよ。なんだよ、ユージオ。どんな思い出がある場所かは言いたくないのかな？あー、なんだかちょっと照れくさいこともあるからさ。アリス・ツーベルクについて大切な記憶があるのですね。今はちょっと恥ずかしいけど、話せる時になったら必ず話すよ。約束する。だから今は秘密でいいかな。おや、ユージオ君、顔が赤いぞ。さては相当恥ずかしいことと見た。だからそういうのじゃないってば。わかりました。ではまた話してください。ありがとう。どうだ。はあ、あ、いや、はあ、なあ、困ったな。はあ、どうだ。いや、はあ、あの、頼みたいことがあるんだけど。Thank you.
切り倒された後はやっぱり壮観だな。ああそうだね、懐かしいよ。悪魔の木ギガスシダ、今でもこいつを初めて斧で叩いた時の衝撃は忘れられないな。これがギガスシダ、キリトの剣の元となった木ですね。ああ、ユージオと俺でこいつを切り倒したんだぜ。けどユージオはこれと6年間も格闘してたんだよな。うん、キリトが来てくれるまでは絶対にこの木を切り倒せないって思ってたよ。アリス・ツーベルクはここに来たことが？あるよ、いつもお弁当を作って持ってきてくれた。確かこの辺りの芝生に敷物を広げて座って一緒に食べたな。うまいパイが入ってたんだっけ？そうだよ、甘酸っぱくてお肉や野菜の具が入ったパイ。他にもお弁当はすごく具沢山で美味しかったな。そうなのですか。あ、思い出した。何をです？いや、三人一緒にいた記憶だよ。この辺りは何か思い出せる？まさか食べ物が絡んでいるからかい？認めたくないけどそうかもしれない。まったくお前は。そうそう、アリスの届けてくれる弁当めちゃくちゃうまかったんだよな。でもすごく出来がいい時はアリスのお母さんが手伝ってるんじゃないかって確かユージオと話してて。ちょっとキリト。キリト、それは私に、いえアリス・ツーベルクに対して非常に失礼だとは思いませんか？ごめんごめん。でもあのパイは絶対にアリスが作ってるなって思ってたぜ。第一、あんなちっちゃい女の子が自分と食べ盛りの男二人を合わせた3人分のお弁当を一人で作るのは無理があるって。もう一体何を思い出しているのです？ごめんねアリス、繊細さがないやつで。構いません、分かっているので。アリスはいつも勉強の合間に作ってくれてさ、アリスの気持ちがこもってる気がして嬉しかったよ。どうしたの？いえ、あなたにとってアリス・ツーベルクはとても大切な存在だったのだと思ったのです。うん、アリスは大切な人だよ、昔も今もね。ユージを、弁当の話してたら腹減ってきたな。ユージを、なんか持ってないか？しょうがないな、食いしん坊の誰かさんのためにちゃんとパンを持ってきたよ。おは、で、もしかしてまたあのカチカチのパンか？違うよ、今日は仕事をしてた時と違ってお店にちゃんとしたパンが並んでたから柔らかいのを買えたんだ。でかしたユージョ、さすがだぜ。ほら、アリスも食べようよ。ええ、そうですね。どうしたんだアリス、なんかぼーっとして。何でもありません、ただちょっとキリト、一気に3つも取っちゃダメ、一個ずつ。へい。近いはずなのに遠く感じただけです。俺たちが食事を終えてしばらく経った後、もしかして、まさか。行くよ。支援するね。はあ、
おそらくこれで一通りのカラントは借り終えたけど、これからどうする？まだもう少しルーリットを見ていくかい、アリス？いいえ、もう大丈夫です。魔獣を倒しカラントを切ることができましたし、北の洞窟も見に行くつもりでしたが、もう時間もないことです。それによく分かりましたから。アリス、そうなのかい？じゃあ戻ってみんなと合流しようか。あ、危ないよ。ユージョ、大丈夫か？僕は大丈夫だけど。あれ？どうしたんだ？財布がない。さっきまで持ってたのに。僕、落としたのかな？あ、いや、確実にスリにあったんだろう。あ、そんなのありえないか。禁忌目録で窃盗は禁じられている。ですので、そんなことが可能だとは信じられません。それに、1日以内に財布を持ち主に返せば、禁忌目録違反にはならないよ。そうだよな。でもともかく、あいつ追ってみようぜ。なんだお前ら。いや、それはこっちのセリフだ。何の話だ。ほら、ユージを。僕の財布を返してほしいんだ。財布なんて知らない。1日以内に返せば禁忌目録違反にはなりません。禁忌目録？一体何のことだ。まさか禁忌目録を知らない？兄ちゃん、どうしたの？心配したよ、全然帰ってこないんだもん。お前ら隠れてろ。禁忌目録の存在を知らない？それってもしかしてベクタの迷子？なあ、その可能性が高いな。あのね、僕たち危害を加えるつもりはないんだ。でも事情を聞いてもいいか？もし困ってるなら手助けするから、こいつに財布を返してやってくれ。兄ちゃん、この人たち悪い人じゃなさそうだよ。話聞いてくれるみたいだし。わかった。なるほど、やっぱり突然この世界に来たベクタの迷子だったってわけか。それで村や町に助けを求めずにみんなで身を寄せ合って生きていたと。でも泥棒はダメだろ。そうです、盗みはよくありません。いくら法を知らないとしても。悪い、仕事もしようがないし、この世界でどう生きていけばいいかわからなくて。どうする、アリス？ここからはルーリットの村が近いけど、そこで保護してもらうか？ええ、そうですね。村で適正に合った天職を割り当ててもらうことができればいいと思います。確かに自分に合った仕事をしながら過ごしてもらうのが一番だよね。自分に合った仕事？はい、あなた方さえ良ければ村で何か仕事をしながら生活してもらおうと思うのですが、あなた方にどのように生きたい、何をしたいという希望はありますか？僕は釣りがしたい、得意なんだ。彼ら冒険者 NPC にははっきりとした記憶のデータがない。だが好みや趣味嗜好といったものはきちんと存在する。不思議な存在だ。一体彼らは何者なのか？私は力仕事が得意よ。重いものを運んだりする仕事なら任せて。裁縫とか型紙書くとか服作る仕事ってなんかないか？わかりました。みんなそれぞれにしたいことがあるのですね。何にせよガスフトさんに聞いてみないとな。仕事を与えたりできるかどうか。それではキリト、ユージを、手間をかけますが彼らに天職を与えてくれるようと、いえ、ガスフト・ツーベルク村長に頼んでくれませんか？私が直接会うと
何かと問題が生じると思いますので、代わりにどうかお願いします。わかったよ。じゃあガスフトさんに僕たちから頼んでおくね。ありがとうございます。おい、もしかして好きなことやらせてくれるのか？もちろんです。あなた方には自由に生きる権利がありますから。じゃあさ、みんなも一緒に行っていい？みんな？他にも仲間がいるのかい？うん、あと4人ぐらい。みんなにも声をかけてくるね。ああ、一気にルーリットの村が大所帯になりそうだな。仕事してもらうとはいえ養えるのか？さっき村を見た感じだと、ギガスシダーが倒されたことで前より開墾が進んで村がちょっと豊かになったみたいだし、ちゃんと仕事をしてもらうわけだから受け入れてもらえるんじゃないかな。なるほどな。だったら安心だ。それじゃあみんなで村に戻ろうか。出発だね。行きましょう。よろしく頼む。やっと屋根のあるところで眠れるのね。早く連れてって。キリトにアリス様、ユージオ。ようメディナ、ただいま。どうしてここに？みんなお前たちを村の中で待っていたが、そろそろではないかと思って様子を見に来た。それに情報収集に向かわせた者がいて、彼の帰りも待っていたんだ。そうですか。その者たちは？ああ、彼らは冒険者です。私たちが保護しました。そうなのですか。彼らほどの数がいればいい戦力になるでしょう。戦力？あなた、彼らに接触を行うつもりですか？まあ、落ち着けよアリス。どうやらすっかり私はアリス様からの信頼を失ってしまったようですね。いえ、そういうわけではありませんが。前回は確かにやりすぎてしまいました。しかし今回はきちんと話をしてから冒険者にお願いをします。アリス様、私この村でいろいろと情報を集めて分かったことがあり。彼らにはやりたいことがそれぞれにあります。生きる上で目標にすべきことや好きなことがあるのです。アリス様、あなたのやり方が完全に間違っているとは思いません。しかし話を聞いたところ、彼らは誰一人として戦士になりたいとは言いませんでした。ルーリットの村を守るためには必要なこともあるのではないですか。あなたが接触すれば、彼らは従順な戦士、もしくは情報を集める存在になることでしょう。ですが戦うことは彼らの希望ではありません。無理強いをすることにはやはり納得ができない。誰も好き好んで誰かの人形になろうとする者はいないのです。アリス様はやはり現状がお分かりになっていません。どういう意味です？対策本部には現状人手が足りていません。貴族たちは非協力的であり、この衛兵たちはほとんど頼れない。相次ぐ魔獣の発生に対応するにはより多くの人員が必要です。人形、そのように表現されてしまえば確かに反論のしようがありません。しかし事実、私が接触した冒険者たちは命令に従い魔獣を討伐し情報を集めてくれている。対策本部の役に立っているはずです。命令？あなたが彼らにしているのはお願いではなかったのですか？一体いつから命令になったのです？あ、今回の子供たちの失踪事件を追うのに追加の人員はこれ以上必要ではありません。メディナ殿、彼らに関してはそのままでいさせてくれませんか？救世主様、調査の結果新たな情報をつかめました。なんだ？この先にある村でも
子供の行方不明事件が起こっているとのことです。そうか、ありがとう。救世主様のためであるならば当然のことです。新たな情報か。どうするアリス。早急に準備を整え向かいましょう。そうだね。じゃあ僕は冒険者のみんなのことをガスフトさんに伝える。キリトはアスナたちに声をかけて出発準備をしてもらうように伝えてくれる。ああ、わかった。それじゃ後でね。出発準備を進めた後、夜も遅くなったため、俺たちはルーリットの村の近隣で野営することにした。そして出発は翌日と決めて野営場所を探していた時、意外な人物に会う。な、あれは。どうもです。ヤッホー、キリト。奇遇だな。リーネルにフィゼル、ディソルバード、ここで何してるんだ。師匠と一緒に魔獣討伐任務をこなしたところだよ。我に下された任務だったのだが、いつの間にか二人がついてきていたのだ。そうなのか。お疲れ様です、ディソルバード殿。指定関係はあれからうまくいっているみたいだな。うん、余計な世話だ。ねえねえ、子供の失踪事件ってどうなったの。進展あり？なし？困ってるなら私たちが調査に協力してあげてもいいよ。お前たち何を言っている。早く対策本部に戻るぞ。聞く話によると北帝国はこの衛兵が無能で役に立たず、魔獣の対応も間に合わないとか。討伐の時は私たち役に立つし、子供だから情報調査も怪しまれずにできるよ。人手が増えるのは助かりますが、私たちだけで問題ありませんよ。絶対に役に立つから一緒に行かせてください。いや、でもな。アリス殿を困らせるのもいい加減にしろ。なすべきことは他にあるはずだ。北帝国は魔獣がいっぱいだよ。ついていくついでに討伐もこなすから。ダメだ。ケチンボ。まあ止められてもついていく手段はいくらでもありますけどね。それもそっか。よし。おい、よしとは何だ。何でもありません。失踪事件の調査に行くのは諦めました。では帰りましょう、師匠。アリス殿、すまないが我らが同行してもよいだろうか。足手まといにならぬよう二人は我が見張っておく。ええ、デュスルバート殿がそうおっしゃるならば。もしかしてついていっていいの。事実、北帝国での魔獣発生情報は絶えず、これからも我らは北帝国に滞在する必要がある。重大な事件を追うアリス殿たちと行動を共にしつつ、魔獣を倒していけばカラントコアなるものにたどり着ける可能性がある。そしてお前たちは放っておくと何をするかわからぬからな。長い付き合いだからリネルの言ったことがシャレにならないと思ったんだな。ありがとう、師匠大好き。さすがは私たちの師匠です。信じていました。わざわざ我についてきたのはそれが狙いだったのか。違いますよ、師匠の武術はこの目で見たかったからです。そうそう、全然不純な動機なんかじゃない。なあ、まあ頼りになる仲間が増えたってことかな。ええ、
一抹の不安は感じますが、デュスルバート殿がいらっしゃいますから。すまぬが、よろしく頼む。そして夜、俺たちは野営をしながら出発準備を整えていた。あ、キリト君、どうしてお菓子ばっかり持ってきちゃうの？遠出の時にお菓子がないと寂しいだろ。遠足じゃないんだから、ほんとしょうがないわね。はい、みんな、メンテする武器があるなら早めに行ってね。あ、じゃあ私のもいいですか？もちろんよ、そこに置いて。ありがとうございます。やっぱりリズは頼りになるな。今や細工も学ぶ私には怖いものなしよ。どんな武器でも任せなさい。アスナさん、新生術のことでちょっと教えてもらいたいことがあるんですけど、いいですか？大丈夫だよ。どうしたの？救世主様のお役に立てて毎日充実しています。本当にありがとうございます。救世主様のためにも早くこの事件を解決しなくちゃ。救世主様、次の指示は何ですか？今日はゆっくり休んで明日に備えてほしい。それからしばらく私を一人にしてくれ。はい、救世主様。メディナ、どこに行く気だ？ねえ、どうしたんだ？アリスがどこに行ったか知らない？私たちこの近くに設営した天幕で寝るつもりなんだけど。というか、なんであんたは男子天幕の近くじゃなくてしれっと女の園にいるわけ？いや、これはアスナに俺の荷物がちゃんとしてるか確認するためだって言われて。こうして女の子に囲まれてるのがあんたらしいといえばあんたらしいけど、なんなら気づかれないよう女子天幕に混ざって寝ちゃう気だったりして。そんなわけないだろ。キリト君、何話してるの？いや、アリスいないから探してくる。ごまかしたわね。それじゃ。キリト君？とはいえなかなか見つからないな。アリスどこにいるんだろう。でもメディナも少し様子がおかしかった。どちらも気になるけど、でも今は。やっぱり今探すべきなのはアリスだ。アリスが行きそうな場所は、そういえば昼間俺たちが昔氷を取りに行った洞窟が気になると言っていた。結局一緒に行けなかったけど、もしかして行ってみるか。